どうも、シェイシュキャベツロールです。ゆびきです。コクです。おい、あ、俺かゴキです。チャオです。イタです。はい、ということで、はい、後編がね、やってきましたね、うん、はい、ずっと楽しみでしたよ、僕は。はい、チャオとゴキの旅の後編の動画ができたということでね、はい、ということでね、本当に仲良くなったのかっていうね、はい、そこをちょっと相手チームとしてもちょっと気になりますね。そうですね、もうバリバリ仲良くなりました。仲良くなった早速じゃあ見ていきますか。はい、見ていきましょう、はい、最近キタロウにハマってますあ、キタロウ父さんあ、キタロウ早くやれはい、おはようございます。おはようございます。いい天気ですね。いい天気、素晴らしい、いい天気。あ、まあちょっといい天気ですね。今日ですね。今日ですね。ゴキとの旅行ですね。いや緊張します。緊張してんの。緊張します。で、計画立てることがないからね。ああ、確かにね。立てた計画がどうなのかっていうところがね、心配です。じゃあそんなこんなんでちょっと指令を渡していきたいと思います。はい、響にも指令を渡してますからね。それが、それがこちらです。はい。はい。見させていただきます。はいよ。はい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 。はいはい。キスしないといけないですかねえ、何のことですか。なんか中プリって書いてあるんですねそれはもう本当仲良くなるための内容なんです。あと一応ポイント制っていうのもあってね。でもこれもうね、何ですか、仲良くなる、飛び越えましたよねこれやればめちゃめちゃ仲良くなる。響も喜んでた。絶対喜んでた、もらった瞬間喜んでた。これは仲良くなるわって言ってた。響喜んでたからね。仲良くなる、喜んでないよ俺一切喜んでないよおい、嘘言ってるみてえじゃねえか俺が。嘘言ってんだよ、嘘言ってんだよ口開けば嘘ばっかり手をつなぐ1時間男2人で手つなぐ目覚めさせる機会そんなことはない。あると思うな。最後の項目でホテルイン2人で風呂入るって書いてあるんですね。男2人で一線超えろとそこまでは書いてない、そこまでは書いてない。温泉で太るね、温泉で太る温泉で太る、ちょっと寒くてね思った以上にさ10度ねえんだホテルに入って泊まれと、泊まれとは書いてない、ね、泊まれとは書いてないですからね。泊まれと、泊まれとは書いてない、書いてないこと書いてないことをそう自分でなんか多分やりたいんだろうね。 やめて、やりたい、本心はね、うん、そう、危ねえ。なんかそこまで考えてるから書いてない、書いてないからこれ以外でもポイントとかあるんですか。まあそうですね、その他ポイントっていうのが、兄さんの判断で、僕の判断でちょっとプラスのポイントがあるかもしれないですね、じゃあそれでは行ってきてください。おお、いや、できてるね、できてるよ。よし、よし、行こう、レッツゴーゴー。ちなみにでは今日の予定というかスケジュールをちょっと簡単に。まずですね、はい、新潟市の方に行きたいと。新潟市、市、新潟じゃなくて新潟市、市まで行きます。だいぶ遠いとこ行ったんだね。で、私人生2回目の水族館に行きたいと思います。おっ水族館水族館行った後に、うん、ブドウ畑のワインとかのところ行って、うん、まあ、食事などお土産などを見て、まあ、大体それで帰ってくる頃には、うん、夜遅くになるかなと。おおおお、白海水族館しか俺知らないんでそうなのそうなの、修学旅行で行って1回目だから水族館そうそんなことある。で、高速は人生3回目乗りますそうなのそんなに高速怖くて大丈夫、高速乗って多分多分して嫌だよ、事故とか起こしたらあとまんまっすぐですね。専用って書いてあるけど、え、ETC ない。あ、ないの、あ、じゃあダメ、通れないね。うん、じゃあ中野まで。あ、じゃあ、ダメ、バックしてますから。ダメですね、これはいけないことですよ。バック禁止ですからね、あそこ従業員ちゃんと呼んでこう指示してバックしてもらわなきゃいけないですからね僕 ETC じゃないとダメなのか。あ、そう、スマートインターだなんで、あ、バック、来ません、来ません、やばい、見て顔顔見て顔、気まずそうな顔してたな、やばい。そうだな、水族館の入り方がよく分かってないから普通に喧嘩って入るからそのイメージなんだけど、自分で買って入ったことないから。ああ、なるほどね。修学旅行でもらって
もうそこからなんか緊張みたいなのがあるのね、なんか。そうそうそう。わかるわかるわかる、そういうの。あ、ちょっと、あ、聞き入れてなかった。Thank you! はい。よっしゃ、行こう。今日にあたってね、新しい呼び名をね、考えてたんですよ。いつも俺、せっちゃんって呼んでるんですけど、それ以上のが浮かばなくて。もうそれ出しちゃったからいつも呼んでるやつの方がなんかすげえフレンドリーだなって思って。そうだそうだね。どうしようと思って。で、最終的に考えたのが、もうレムコーって呼ぼうかなって。レムコー俺の名前どこ行った名前の要素全部取っ払ってきて。いや、俺はなんかこう呼んでほしいとか。一番呼びやすいと思ったので呼んでもらえばいいかなって。じゃあ普通に森だよ。普通に森で。そうなっちゃうよ。はい、ということで高速乗って、ここはどこですか？ここ米山かな、確か。そうだね、まあもうすぐ2時間経ってね。まあ朝ごはん食べてまた出発したいと思います。はい。風強い ね、海沿いだから。海沿いだから風強いね。それでは現地で。何この顔、何この顔。いやだから本当にさ、今回の旅の趣旨分かってるっていうね。ここか。あ、まあどっか右曲がっても行けるか。ここ U ターンできない。え、あそこ、ここ行く。お車来てる。あ、すいません。ね、車来てる。ちょっと見て。あれ来てた今。車来てる。顔が焦った。顔に顔焦ってたもん今。もう辛かったよ。やばい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 。大丈夫この旅本当に。大丈夫ですか。一般会話がよくわからん。いや一般会話。一般会話。一般常識みたいに。一般っていうほどでもない。え、全然見えなかったあの白い。運転って難しい。目的地に到着しました。ルート変更終了します。こっち一般車両ちょっと禁止って書いてありますよ。どっちないじゃん。面白い。さっき手前にもあったバスの折り場とかそっちの方が森さん、あんた彼女と来たらそれぞれしっかりした。これで話が盛り上がる。盛り上がればいいけど。到着。到着。はい、着きました。あ、マリンティア日本かい。ということで、喧嘩って、うん、じゃあ楽しみ。中に入りたいと思います。はい。アジ、アジ、アジ、アジ。アジ。あ、これは美味しそうですね。いいですね。その味いいね。この味いいですね。いいですね。クソデカ味。クソデカ味。うまそう。感想がひどい。あれドンビクでしょ。ここただ泳いで見てるだけだね。そう。ありがとうございました。ペギー可愛いね。ペギー可愛いね。可愛いね。ペギー可愛いわ。可愛いのペギー。可愛いな。ペンギン間近で初めて見た。可愛いな。はい、ということでイルカショーが始まりそうなので、はい、これを収めたいと思います。はい、イルカショー。いや、正直一番気になってました。で、こう著作権本中ですから、もう爆音でビーズが流れてます。そう、ずっとおーって言いながら見てたんだけどね。もうそう、はい、はい、行ってきました。いや、普通に楽しい。楽しい。カウソの携帯をね、しまって拭けると。そう、しまって拭ける。おそろで買いました。見えてるかな。あともう一個ね、もう一個、キーホルダー、キーホルダー、カウソのこれをね、二人でお揃いで、お揃いで買いました。買いました。あー、お揃いで、お揃いで、お揃いで、ね、ついてます。あー、ついてますね。これだからポイント、ポイントですね。お揃いはね、入ってなかったんで、前回も多分1ポイントだった気がするんですよ。まあ1ポイントでようやく1ポイントだよですね。大丈夫ですか。もう今後に期待で。あ、今後に期待ですね。はい、やべー、すげー楽しかった。いや、楽しめた。いや、もう満足しちゃったんですけど。満足しちゃったね。しちゃったんですけど。けどけど、もう一個あるんですよ。おもう一個行きたいとこあるんで。お、じゃあ次はそちらの方、次そっちにちょっと向かいたいと思います。はい、はい、では
はい、2つ目の目的地に着きました。ここはなんていうとこですか？カーブドッチワイナリーという、ワインのね、ワイン畑があって、まあワインだったりジュースだったり、まあ、カフェとかあるところなんで、まあワインのどういう種類あるのかとか、まあちょっとブドウジュースとか、ブドウジュースとか、そういうの見て、まあ、楽しめたらなと思って、いや面白そうだな。こういうとこ来たことないからな。雰囲気がね、そのなんだろう、すごいまったりしてる感じだから。そういうのいいなと思って、ここに来ました。早速見に行きますか。行きますか。じゃあ行きましょう。こんなとても雰囲気良さそうな場所に来ました。どうしますか。どうします。とりあえずカフェで何か食いますか。そうしますけど、ここで食いたくない。そうだね、どうせだったら、ね、そこもカフェだしさ、そこもカフェだし、ちょっと店決めていきますか。いやでもこの場所すごいおしゃれでいいですよね。そうで、カフェがね何個かあったんだよね、でそのうちの一つに入って、食べて、めちゃめちゃ美味しそう。これはジュース。それではいただいてね、ゆっくりいただきます。はい、けどやっぱ好きやかな。三種のチーズ牛丼かな、やっぱ出た出た、ここでも好きや。あれに勝てるのかな。どうせポイントだろうか。なんか食べちゃって可愛いやつね。気持ち悪い。なんだって。何？なんか食べちゃって可愛いやつね。気持ち悪い。照れちゃって照れちゃって、まあ、ポイントですね。まあポイントですね。ちゃんと聞いてる。照れちゃって照れちゃって可愛いやつね。可愛いやつね。気持ちが悪い。あーなんで、まあ、あーだけなんで、まあ、1、しょっぱいなポイント1ですね。こっから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 ですか。なるほどね。はい、ということで、アイス、アイス、なんだこれは。いやこれ食べて、温泉行って、入って、こちらほらお土産見て、まあ、その時はね、また動画撮るんでね、それまで、お風呂まで、飛びます。はい、はい、ね、はい、はい、いきなり、ドン、なるほど、忘れてましたね。ダメだろ、忘れちゃったんだね。単純に忘れましたね。なるほどね、楽しくて忘れちゃった。楽しくて忘れちゃった。もうそのところじゃなかった。なるほどね、楽しくて忘れちゃった。しゃあないしゃあないしゃあないんだよ。その分ちょっと説明した方がいいんじゃないの。いや、まあまあ、じゃあちょっと見てもらってね。はい、ということで、満喫しましたね。はい、まあちょっとあの時間なかったからね、ちょっとあのお風呂入りましたよとかっていうのはちょっとあのカットカットさせてもらいました。今忘れたって言ってたよね。時間なかったってこっちで言ってた。どっち、本当はどっち。風呂入って、時間なかったから、急遽、もう全部見て買って入りました。で、ちょっと全然よくわかんないんだけど、あ、お土産で、お土産のところで、あ、なるほどね。もう、楽しいけど、もう、取るっていう頭がもう、あ、風呂で消えてた。あ、なるほどね。その風呂にお土産があって、終わって全部車に入っては思い出したって感じ。あ、なるほどね。あんと、なるほど、お土産、風呂を全部忘れたってことね。なるほど、あんと、買っちゃったと。買っちゃったと。ポイント全然大丈夫ですか。まあ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 、見ていただいてね。はいはいはい、入りました、入りました、入りました。お風呂入ってきて、あのお買い物して帰ってきました。帰ってきました。買ったものがですね、まずお風呂。お風呂楽しみすぎて。お風呂はですね、そこまで風呂の数は多いってわけじゃなかったんですけど、ちゃんとなんか引いてある感じ、ちゃんと普通に湧いて、湧いてるというか源泉でやっぱ入ってると、すごい体がすべすべというか、なんかね、すべすべしてたね。なんかちょうどいい時間に上がれて、でそれでお土産の、お土産の、お土産というか、お土産というか自分へのご褒美というか、ワインジュース、ジュースです。これ多分あれだよね、カフェというか、そう、食べれるところで出てきたあのジュース、ジュースだと思われます。いやでも普通に楽しかった、普通に楽しかった、濃かった、濃かった、濃かった、内容が濃い、いや良かった、いや楽しかったな。
あと帰るだけです。あと帰るだけ、はい、帰ります。はい、帰ります。はい、あの、で、帰りの動画もなく、もういきなりもうただ楽しみなるほどね。まあまあ、それはそれでね、うん、良かったと思う。まあ、お互い楽しめたし、まあ、企画的にはね、うん、まあ、仲良くなるがモットーの、うん、趣旨だからね。趣旨だからね。そう、ただ楽しんだよ。うん、うん、いや、よかった。いや、よかった、うん、ゆっくり過ごしていたと、うん、思います。じゃあ本当にあの今日はありがとうございました。チャオチームでした。チャオチームでした。はい、それではおやすみなさい。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、トータルどうだったんですか今回。トータル普通に面白かった。面白かったですか。普通に自分も楽しめたし、動きの方が。俺もね、水族館はね普通に楽しかった。ああ、魚を見るのが。そう、魚を見るのも楽しかったし。チャオと一緒の水族館っていう感じでは。はあんまり会話っていうあれがね。でしかも水族館はって言ってる。っていうことはワイナリーは。ワイナリーは。でもワイナリーはあの本音を言うとね、まあまあそういうワイン工場というとか、うん、行くっていう風になって、まあ、まずあの運転だから飲めないじゃん。ああ。で俺ワイン飲めないじゃん。何しに行くんって。何しに行くんだろう。ひどくない？ひどくない？いやいや、わかるよ気持ち。そう。なんでってなるならんくない？これ。あの飲めないのはまああれってなるけど、けどだよ。蝶が考えたんだぜ。まずワイン飲めないの知らないしね。そうそう。けどだよ。けど行ったら実際ブルージュースとかね、いろいろそういうなんかそう、ね、おつまみとかいろいろあったから、うん、結果は結果論で言うと楽しかった。あ、楽しい。そう、ああいうところも行ったことないから。最初聞いただけはね、聞いただけはえって思ったけど、おつまみとかそうそう、あの全然楽しめるようなところだったからよかった。なんか深まったそうなの。そう考えるとまあ深まったよね。それでもチャオ自身が思ってるだけじゃないの。ちょっと見てもらっていいですか。二、うん、なんですよ。カリさんすごいね。そうなの、ね、だから、うん、動画俺も確認して、うん、いやこれどうしようかなって思って。そうだな。うで、まあお風呂入ってたから、うん、まあ何ポイントか、ね、1ポイントかなる、ね、一応雑になんかツーショットの画像送られてきたじゃん、ポンって。あのワインのところ。そう、でなんだけど動画上でそのシーンも何もないのよ。紹介もこれからツーショットここで撮りますみたいなのとかもないのよ。で、写真だけちょっとじゃあ、見せてくださいよ、はい、これなんだけど。後ろ何これ、荒れ果てた畑でさ、これがどう見ても観光地にも何も見えないのよ。雑なのよ。あ、肩組んでんだね一応。まあ一応肩組んで1入れとくか。で、まあツーショットでまあ1としてね。となるともう俺もさ、俺でさ、その公平に行きたいわけじゃん、動画編集するにあたって。公平にちゃんと編集してもこれだから。で、俺自身がもう悩んじゃって、もう。なるほど、なるほど。おおほね、俺ら言葉詰まる。そうだな。まあちょっとあのジュース飲んでみましょうか。ジュース飲んでみましょうか。まずそれからですか。ちょっと一旦落ち着きましょうか。ね、それから20ポイント入るかもしれないしね。そしたら逆転だ。逆転だこれ。賄賂じゃねえ。こぼすね。なんてやつなんですかそれ、ちなみに。あ、ちょっとバンバンバン。カメラやれや。いいね。じゃあいただきます。香りはやっぱワイン。うん。あ、うまいなこれ。美味しいよね。と、俺あの現場での白飲んだんで。現場で。現場。その時点でやばくない？仕事かな？仕事だった？仕事なの？仕事なのか？ゴキとの旅仕事なのか？大体俺私はこういう時現場って呼びます。いらねえよ。ポイント。ポイント入る感じですか？20ぐらい入っちゃうんじゃないですか？20あれじゃないですか？10いっときます。無道中。いや、これさ、趣旨仲良くなるんだよ。仲良くなるんだよ。確かに。そうだ。無道中生で、ここ親密になっただけじゃないですか。確かにそう。惜しい。ここは関係のポイントだから。確かにそうだな。じゃあ、1だけ入れときます。今書いちゃったんで。なんか他に、あの、動画内で、ここやってよとか、その他ポイントとかあれば。すいません、じゃあ僕一つあるんですよ。あ、はいはいはい。水族館のところで終わった後に、まあ、お土産紹介してたじゃん。あああれね、レッサーパンダで。そう、あの、カオソー。あ、カオソー。そこの買いました、お揃い買いました。あ、実は買ってくれました。あ、買ってくれました。買ったんですね。お揃いで買ったっていうから、全然買ってあげたんですよ。買ってもらった。あ、これ意外と入りますよ。5ポイント入ります。おあとはそれぐらい。そんな感じですか？出し切りました？そうだね。負けなんだぞ。負けなんだぞ。
いいですか、書いちゃいますよ、ボケポイント。あとゲームセット、ゲームセットなりますか。またなんか、今チューする、今チューするか。勘弁して、それは勘弁して。あ、それは嫌なんだね。それは嫌だ。なんか深まってないから。深まってないから。認めちゃった。認めちゃった。敗北学校で決まった。はい、じゃあ書いてみます。ゲームセット。はい、結果、響き23ポイント、ジャオ11ポイントでーす。響きの勝ちでーす。いや、もうやったー。負けたー。惜しかったー。張り合いがねえんだ、張り合いが。もっとなんか来るかなと思ったら、全然来ねえって、もう張り合いがない。すごい接戦でしたね。いやー、厳しい戦いでした。会社インタビューだった、これ。いや、でも、やりきったかなって。これが全力。そうですね。響きの勝利ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。いい勝負でした。じゃあ、あの動画の最初に言ったと思うんですけど、勝利者にはプレゼント僕から。ああ、言ってましたね。これ結構嬉しいんじゃないですかね。皆さんバス釣りやるじゃないですか。こちらです。これちょっと触ってもらって。入ってますね。なんか入ってますね。なんか入ってるね。開けてみてください。手繋いだまま開けます。あー、開けます。中古のワーム。はい、そして、はい、インコ。いや、待って、こんなん中古やんけ。まあまあ見てくださいよ、これこのワームあるじゃないですか、これ、うん、ゲリヤマのカットテールっていうワームなんですよ。これゲリヤマで一番釣れるっていうワームですよ、うん、これ釣った人いる、この中で。これ使って、これ釣ってた、釣って、いつ、何年前、何年前でしょ。バカやろ。はい、まあプレゼント、そういうことで、はい、バス用品をプレゼントしました。まあそれで、まあ行けなかったんですけど、うん、ご褒美があるということは罰ゲームもあるということで。あら、うん、あら、罰ゲームがあるんですよ。え、それ僕にはないんですよ。まあ2人の中なんでね、この2人結局深められなかったんですよ。なんで、ゴキとチャオには1週間共同生活をしてもらいます。おー。ちなみに家は、家はチャオの家ですね。ここで1週間共同生活してもらいます。料理、洗濯、掃除、食器洗いとか、なんかいろいろ2人で協力してやってもらいます。了解です。はい、お願いします。はい、わかりました。これでもっと仲深めてくださいね。じゃあ、まあそんなこんなでゴキと一緒に仲良くなろうという企画でした。じゃあそれではみんなも一緒に仲良くなりましょう。ん？俺どうすりゃいいの？俺な、何て言えばいいの？おーって言えばいいの？おお、何がおお？いや、そこはもうあれだろ、ギャーだろ。じゃあそれでは皆さんも一緒に仲良くなりましょう。ギャー。ギャーって何ですか？ギャーって言ったじゃん。ギャーって言ったじゃん。ギャーって言ったじゃん。ギャーだろって。はい、ということで、新春キャベツロールでした。バイバーイ。の内容なんで、あと一応ポイント制っていうのもあってね。あ、ブレーカー落ちた。急げ。アロマ流しる。すごいハプニング集じゃん。ビビったな今。ビビった。相変わらず進行の下手さが変わらないっていうね。結局ギャーじゃダメなの。